はいどうもカパ長ですじゃあねまず最初はねなんか恒例になっちゃいましたねこういうのはね、うん、まあ僕もこの動画で取り上げるニュースって、まあ、続きネタってまあ確かに多いんですけどもこれは正直もう続いてもらうと困るパターンっすよね一体いつまで国会で遊ばれるのかしらっていう小西捏造系ですよね捏造系じゃないな小西捏造くんのお話ですよねうん、なんかもうあれですよね さすがにね、高市さんもなんか怒りを通り越して、もううぜえな、お前。私やることあるんだから、もう黙っとけよ、勘弁してやるから、みたいな、そんな感じですね。まあ、ただ、粘着してへばりついてくると思うんですけど、まあ、高市さんがね、まあ、文書は捏造だと。まあ、造ですけども。まあ、造なんだけども、 まあななんか詳ししく調べるることとはしない,でおいてやるとで、それなんでかっつったら、もう時効。だってほら昨日なんか見たときにさ、もうあの、誰が書いたのか、その出所をこの調べるっていう流れでさ、あのー、もう実際にこの担当者がね、もうこの世にいないっていう話あったじゃないですか。うん。えっ、ー、と、8年前ですよね。で、この弁護士さんに調べさせたら、なんか時効が7年。 7年っていうことだったっていうことが分かったらしいんでねなあもうねうんあの勘弁してやるから、まあ、勘弁してやるっていうつもりかどうか分かんないですけども前、まあ、はもううるせえと、うんまあ、うるさいんでね実際 <laughs> 捏造だっつってんのに、うん、であとこの総務省も、ね、この小西捏造文書もうねつ造事実上内容この全否定っていうそういう話になってるんですよねうんまあ 総務省の、えっ、ー、と、この追加調査、追加報告ですかね。うん。いや、正確性に関わる精査っていう、まあ、これ多分興味ある人、<laughs> PDF あるみたいなんで、あの総務省のね、うん、確認してみてもいいんじゃないですかね。政治的公平に関する行政文書の正確性に関わる精査についてっていう追加報告っていうのがあるらしいんで、うん。だからもう捏造だと。ね、正確な内容ではない。ね。 まあ、小西捏造君はほらねえなんかこのエース官僚だかねええー、最,最高幹部うなんたらみたいななんかわけのわかんない <laughs> だから正しいんだみたいなこと言い張ってるけど、えー、そうじゃないってことですよね、うん、ただねこの松本さんねこの総務大臣の松本さん多分わざと言ってるというよりは無自覚に言っちゃったそういう流れだと思うんですけども。 この要はこの高い時代人のこのレコの結果の文書とされるものについては文書上の作成者によればみたいなくだりがあって文書上の作成者文書上の作成者って何ですかね <laughs> 実際に書いた人間と文書上の作成者は違うってことなんですかねあとから誰かがこの書き換えた書き直した部分があるみたいなそういうことが言ってるのかな作成者 と言ってたらなんか言い方が変わってますよね。うん。まあ細かいことかもしれないですけども。文書上の作成者によれば、そんな言い方しませんよね。なんか理由がなければ。いや、文書にそう書いてあっても書き換えられたり、捏造されたものかもしれないってことが言いたいのかな。ていうか、もやはや、記名が本当かもどうかわからん、もういよいよ怪文書です。そういうことが言いたいのかな。うん。 まあ追加調査報告では正確性、とてもじゃないけど、正確性はあーだろう全否定されちゃってましたからね。結果こ、こ高市さんとこの安倍さんの,この電話の有無というのはもう確認されなかったんですよね。総務省が放送法解釈をめぐって当時の高市さんと高市総務大臣ですよね、当時ね。あと、安倍首相が電話で話した。 その行政文書について資料の作成,作成者不明で電話の有無は確認されなかったと。うん、だからもう完全にねでたらめこいているっていうそういうことですよね。うん、だけど当、ね、の小西君は、ね、こういうことを言うんですね圧倒的な真実を前に高市大臣は捏造としか言えないのです。 何言ってんだこいつ <laughs> 圧倒的な真実って圧倒的とかそういうこと言ってんじゃねえよだからこれもねとあるハンのあの国のやつらもそうだし他のこのマスコミとか、ね、全部ひっくるめた反日勢みんなそうなんですけどもでかい声で、ね、さも最もらしいことをね何度も何度もこのわめき散らして繰り返すんじゃなくて、ね、じゃあこの小西捏造が、ね、真実だと圧倒的かどうかなんかどうでもいいんだよ その真実をね、お前の主張を正しいことを証明する証拠を出せっつってんだよ。ね高高市大臣が嘘ついてる。ねうん。私が言ってることがね、ねやったことは正しいんだ。ねうん。なぜならばね、ね証拠はこれでこれでこれでって。お前がその正しさを、自分の主張の正しさを証明してみせろっつってんのに、やらないじゃない。圧倒的な真実。知らねえよ、そんなもん。 <laughs> で知り合いのね、うん、エリート幹部だか、ね、最高幹部だかなんだか知らねえけどもさ圧倒的な真実とかどうでもいいよ。うん、意味がわかんねえよなほんの反日勢の言い草はさ、うん、でしかもこれは同じ立憲のねこの塩村さんっているじゃないですか。 ね、この人もなんかこうね、調子続いてこの高橋さんにこ噛みつきに行ったけど帰り口に会っちゃうんですよね。信用ないならほら、ね、私の答弁が信用できないうんうんブツブツ言うんだったら、ね、質問するな、しないでくれっていう風に言い放った時あったじゃないですか。で、それに対して、ねうんあの、撤回しろって噛みつきに行くんですよ。ね、憲法違反だとか言うんですよね、うん。それじゃ質問できなくなるじゃないかって。うん、でもそのまま質問してたじゃん。 <laughs> でうん、いやこの大臣は信用がないなら、ね、質問しないでと、ね、杉尾議員に言い放ったじゃないかと、まあ、塩村さんがね。うん、で,で、えー、高市大臣がね、答弁をしても、ね、信頼していただけないということになり、そのように申し上げたと、でまあ、塩村さんが、えー、憲法違反だと、撤回せえ、質問ができなくなるじゃないか。 って言うんですけどね、高橋さんが、いや、そのあとも質問してるし、でその答弁してるしで、言われちゃって終了みたいな。なんなんこの人らは、本当 <laughs> で、まあ、撤回するつもりはないってことを強調しててね、うん、で、それについて今度はね、はひひは、上海電力さんがね、食らいついてくるんですよ。<laughs> やめときゃいいのに。 でまあハーシーさんがね高橋さんにね、熱情熱造や議員辞職は言い過ぎだったと謝罪すれば収まる問題。ね、もうず,れずらしてくるでしょ、えー。合理性がなくなったのに撤退できない。えー、政治家はあ自衛隊の最高指揮官、総理大臣には不適格って言ってるんですよね。うん <laughs> めんどくせえだろうなこんなやつばっかり相手にすんのな、うん、あまだあのハーヒーさんは相手にされるかどうか分かんないですけどねうんでそんな中ね自民党同じ自民党からもこの援護射撃の絵の字も出てこないこんな状況の中このねまあ元 NHK と今何だっけ48党でしたっけうんあの浜田議員いるじゃないですか 濱田さん,はなんかあのコラボの時もそうでしたけど、すごい、この NHK 党、当時 NHK 党でね、うん、頑張ってらっしゃいますよね。で、今回のこのね、この小西捏造なにがしに対しても、総務省による国家公務員法の守秘義務違反、秘密漏洩、偽造文書作成等の法律違反の可能性も考えられる、徹底的に追及すべしってことを言ってるんですよね。だからもう、関わったやつも逮捕しないとだめだよ。 こんなのさ、うん、不逮捕特権だが何だか知らねえけどもいやもう亡命も許さない、ね、徹底的にこの捕まえてもうぶち込むべきですよねこういうふざけたまねし腐ってるやつらはさ、うんね、時間稼ぎもありの、ね、ただなんかこの個人で嘘でたらめこいてるのも大概ですけども、ね、この総務省、ね、この文書、うん ね、機密だからだみたいなね本当にそにお前が言う通り機密文書、ねうん、機密事項だったらそんなもん勝手に持ち出してんのもおかしな話だしをいろいろとこのね、あのー、詰めてってさ、ね、実際どうなのかっていうのを確かめて、うん、で一個一個この潰してって、ね、該当するなんかあったらもうその通りにこのやっぱりこの始末、ね、処罰していかないと、うん、ダメですよねこんなやつら。うんで えー、ではそんな、そんな状況の中、ね、この党の小西君、何やってるかっていうと、この外交防衛委員会にね、なんか知らないけど、この首突っ込んできて、でまた総務省の役人呼んで、ね、外交防衛委員会ですよ、うん、そこで、ね、総務省の役人を呼んで、ね、この外交防衛とは何の関係もない、この放送法解釈の質問し始めるんですよ。こ森掛桜の時と一緒ですよねうん 関係ない場所でのこういう質問という名の嫌がらせ、うん、コロナの時もやってましたよね。もうコロナ盛りかけの時に散々やっていたけど、またやってんですよね、こういうことを。もうさ、ね、こういうなんかもう完全に、ね、自分のなんかこのうさばらしとか、ね、自分に対してこの事実のこの追及がかかっているの、この逃げ回りながら、うん、でのなんかこの自分のこの嘘でたらめをこのご利用ししようとするこの無駄なあがき。 これもう普通にた、ね、この国会,国会議員にあるまじき構造じゃんだって、うん、妨害じゃんえ普通にこの,なんかこの予算委員会とかさ、ね、この委員会にあってはならない動きを平然とやってのけてるわけですよね何度も何度もえこういうのも,もう取り締まるなんかルール作った方がよくねえか、うん、で結局まとめるとね うん、この小西捏造文書創造ですけどもね要は圧力があったなかったっていう話をしてたじゃないですか、うん、で総務省はなかったって確認しましたよねうんであのこの放送法この解釈変更ねこれについても総務省は昭和39年から変わらずっていうことを言ってましたよねうんじゃあその捏造文書文書そのものはどうなのか、ね、さっき言った通りですけど内容のね正確性そもそも正確性云々ねうん 問えるレベルだからもうまるっと偽物っていうかもう怪文書のレベルだったっていうそういう結果じゃないですかうんだから結局さ国会はね予算とか政策を議論する場じゃないですかねこういうこのもう与党も野党もドイツもこいつも反日議員どものせいでさ、ね、だってそもそもね、うん、もちろんこれ立憲とかね立憲共産社民令和維新 この辺の反日議員どもが、やんややんやね、ね、うん、入れ替わり立ち替わり、まあ主にこの小西捏造ですけども。でもこれをさ、ね、止めようともしない。止めようっていうかさ、ね、もうとっとと終わらせて、ね、うん、予算、政策、ね、議論に行こうともしないじゃん、他の議員も。うん。この制止する、ね、現状それで言われる、ね、この言わせ、なんかこの手を挙げて、ね、この発言する。 うん、何でもいいのかって言ったら何でもよくないですよね、こんなの。うん、少なくとも国会で、ね、この嘘とかね、デマとかね、捏造とかね、こんなもん許したらダメだと思うんですけども、うん、だからこんなもんなんかこう野放しにしている、ね、この自民党は自民党で何やってんだよって話ですよね。うん だから結局さ、ね、自民党も反日議員どものこの巣窟になり果ててるからさ、ね、そうかなんかも別に言うまでもないですけども、うん、あわよくば、ねこの高橋さんたち、うん、このなんかこうね、ね葬り去ることができればねよし、ねまあ、最悪でもねここののなんか評判を。ねこのなんか 相変わらずテレビや新聞の情報をね、うん、頼りにしているようなやつらには、ね、このマイナスイメージを植え付けることができれば、ね、とりあえず OK ぐらいにしか思ってねえんだろうどうせ、うん、だからもう何だろうな事なかれじゃないけどもさ、うん、んこの国会で、ね、言った言わないみたいなそんなこのレベルの,この次元の低いことで、ね、時間が取られて、ね、邪魔してるわけでしょ。 ね、予算の審議とか政策の議論とかさ本来そういう場所じゃんね与党でも野党でも、ね、日本社会を日本をより良くするためにはどうするのがいいのか優先順位はこれでいいのかとかさ、ねうん、予算はこれで適当なのかとかそこをやらなきゃいけないのに誰もやらねえじゃんうん。 でこんな状況なんかさ、ふんぞり返ってさ、ね、なんかさもなんか考えてるような、小難しいような、このね、顔さらして、ね、うん、真剣に取り込んでる、まあそ、そのふりすらしないで、ボケーとアホ空さらして寝てるアホもいるぐらいだから、とにかくなんかこの、え、だって時間が取られてる、無駄な時間がっていうことは、もう金も無駄にしてるわけですからね、うん、国会、ただで開けてるわけじゃないですからね、うん。とにかくもう、ね、 この時間と金が無駄に取られているね、与野党、ね、この政府、与野党、どっちもですよ。うん。なんかこれ、責任を追求することができるようにルール追加してもらいたいね。もしなんか取り締まるルールがねえんだったら。な、うんでもなんかこう、ばっちつけて国会議員に当選したらこっちの問題みたいな、そんなんじゃねえだろうと。だからまあ、国民のね、この有権者のね、信任を得て、一応選挙結果だからさ。 ねうん、ただしねその続き用意してほしいよな、うん、選んだ責任もあるからこっちもやっぱりさ、ね、責任取らなきゃいけないからね信任のもとね,ね一票投じて選んだけれども、ねうん、例えば選挙公約とか、うん、約束守んね明らかに、ね、言ってるだけでやろうともしないそれどころか、ね、言ってることとやってることが全然違うと、うん、っていうのがもう 確認できたら、やっぱりそいつ辞めさせられるようにする、なんかそういう権限をさ、ね、こっちにもなんか用意してもらいたいよな。うん。なったらこっちのもんだ、うん、選んだお前らの責任だ、みたいな。ね、開き直られてもね、冗談じゃねえんだからさ。うん。っていうのはやっぱり用意してもらいたいよね。うん。ということで、えー、今回以上で、でさとうございました。ではまたごきげんよう。